皆様こんにちは。大分市にあります別府自動車整備工場といいます。本日は、トヨタのレジアスエースの車検のご入稿をいただきました。ありがとうございます。担当の小永さん、いかがでしょうか、整備状況。はい、乗客さんの要望でエンジンオイルとエレメントを交換してくださいと言ったので、それをやりました。はい、特には悪いところなくて、あと、もうちょっと距離が19万と結構走ってるんで、2度目のタイミングベルトの見積もりを作って、お客さんが後日考えるそうです。なるほど、はい、19万、2度目のタイミングベルトですね。なるほど、10万キロに1回という確か基準ですよね。そうですね、はい。でもまだ非常に新しくて綺麗な車のようですが、結構走ってますね。なるほど。その2度目のタイミングベルト交換は、どれぐらいの範囲で終了すれば安全なものですか。どれぐらい、例えば1ヶ月後とか2ヶ月後以内にとか。そうですね、もう前回が9万で買えてるんで、実際はもう10万超えてるんで、早めの交換を進めようと思います。はい、わかりました。それでは引き続き最後までよろしくお願いします。はい。